挫折ありましたよ。一回企画もんでデビューしたんですよね、ロサンゼルスオリンピックの。そこからやっぱ自然消滅してグループが、ああこれじゃいけんなと思って電話して、もうちょっとや、あのやめます、やめたい。やっぱああいうところって日本語喋れる子が多いから日本人の客も多いわけ。今日はいきなりなんか全裸になって踊り始めちゃって解放しすぎで、今日日本人の客もいるからここで全裸はやめろって。でもフィリピンで兄貴と撮った外国人におもろかったっすね。今日あれもうめっちゃ、お前ちょうどメンタルやばかった時だったからな、めっちゃ楽しそうだったもんな。俺のメンタルコンサルをしてくれたんですよ。そう撮影が楽しかったです。撮影も楽しかったし、きついけど楽しいよな。楽しすぎちゃって右なんかもぶっ飛びすぎて、なんだっけね、まあこっちで言うとフィリピンパブだけど、いや向こうで言うとフィリピンなんだからフィリピンパブじゃねえんだよ、フィリピンなんだから。カラオケバーじゃないけど、すんげえ解放しちゃって、やっぱああいうところって日本語喋れる子が多いから日本人の客も多いわけ。今日はいきなりなんか全裸になって踊り始めちゃって解放しすぎで、今日日本人の客もいるからここで全裸はやめろって。まあでもあの時一線は越えてないですけど、でもあのジャングル行ったじゃないですか、ジャングル近くのホテル泊まってたんですか。でトゥクトゥクで、ね、行った行った、なんか変なもう飲み屋みたいな、サイドカーみたいなのみんなで、あれだいたい3人運転手おかして横と後ろなのに5人ぐらいへばりついて飲み屋連れてけっつってな、地面にテント張ってるの飲み屋だぞお前。面白かった、面白かった。真っ暗闇でブラックライトでな、めっちゃぼったくられたよな、あんなとこで4人で行って2万円、ペソで円で2万円ってことは相当ぼったくってんだよ、4分の1だからな。なんか林がね、もう林じゃ、林ジャングルだよ、ジャングル、ジャングルの中のもう本当にポツンとある、なんかあの時英語ベルベルのさ、うちの焼き中にゴーがいたじゃん。 あいつがさ英語でわーなんでこんな高いなーつって言ってたけども、話になんねえ、いいよゴーも、おもろかった。あれはもうミキオンノリノリだったもん。まあ、あの時多分パイレーツ・オブ・カリビアンの1話やってたよな。やってましたね。もうミキオ完全にジョニー・デップ行っちゃってるから。いやー楽しかった。あれは本当に楽しかった。あの作品も楽しかったし、フィリピンも楽しかった。うん。なんかね、ミキオもそうだったけど、メンタルがちょっと弱めで、あの北村和樹がメンタルちょっとやばい時に撮影誘って行ったら、フィリピンいいっすよね。なんかみんな言って。和樹ちゃんも。俺文人とかあんまやんないんですけど、兄に言われてフィリピンだったら絶対来ますって。お前それ場所限定やんか。いや、ありましたよ。 あるんですか。あの頃からそんな飲んでたもん。あのね、もう当然睡眠削って遊び行ってた。ほんの睡眠削って飲み行ってローラースケート履いて転んだりしないの。睡眠削って飲み行くんだけど、ずっと寝んじゃねえかお前。そうだよな、だってもうスケジュール分刻みだったの、もう全盛期なんか。まあ、そういう時もありましたね。うん、なんかお収録終わったら取材が待っててみたいな。だから結局一日のもう何本かの仕事を終えてからの一杯がいいの。あのいや、コンサートリハーサルとか振り付けがあるの、新曲の。そうな、次が次だもんな。それがしんどかった。それがやっぱ2時3時までやるじゃないですか、ね。うん、そっから読み聞くの行ってました。まあ元気だし、そういうのもないとなかなかな、そんなの。ああいうさ、酒飲めない、合わない人がいるじゃん、うん、そういうハードスケジュールこなしていけるのはすごいよね。なんかちょっとバランスがないとさ。でも兄貴だってもう相当ハードスケジュールこれまでこなしてきてるじゃないですか、うん、だから全然何があっても基本平気でしょ。お平気だって。フィリピンで5日徹夜だるなっていう、3日徹夜してる時に、俺監督じゃないの、
アクション監督やってたね。アクション部分が5日間俺はずっとやってんだけど、3日目ぐらいにフィリピンスタッフが無理だ寝ないともう4時間だけでいいから仮眠取らせてくれって、俺もぶっ飛んでてマシンがぶっ放してバババババどっかんどっかやってんのに、俺4時間寝たら終わるって分かってんじゃん。そっからまあゴーゴーバイとお姉ちゃん2人とかので4時間で2人こうやってきたらフィリピンスタッフがみんな大丈夫かあいつ絶対これやってんだろうとか言うわけやるかアホみたいな。そっから2日間完全にまたドンパチドンパチどっかんどっかんじゃん。で豪邸で撮影やってて終わってて、あみんなお疲れで缶ビールで乾杯したの覚えてんだよ。リビング広いとかで一杯でうわーいやなーってこう言ってポッと冷めたら俺がこう缶を持った俺一人しかいもうそっからも次の日はカニオに帰る荷物まとめて、あもうしんどくてこうシートベルトをつけた瞬間にもう明日のジョーだからさ、もうガーンまでもう一切記憶ないよ。でもさ本当に優しくてさ、そのフィリピンのね腹売りの少女腹をさ全部買うわけね、どうももう顔見知ってるわけよ。そうそう、もうでも全部腹を買ってさ、ここでカラオケのお姉様方に腹を、あ、なるほど、カラオケさんやるわけです。ちょっと照れてるちょっと照れてますねあの子がいないとみんなカズとかさ中で働いてんじゃねえとか、お前失礼なこと言うんじゃねえぞお前っつって小学校からずっと中学校ぐらいまでずっと行って花は買う代金とあれどうせ取られちゃうから元締めに頑張れよって一番ちっちゃくして握手してこれはお前の学費に当てろっつって毎回会うたびあげてっから、で中学やった時に俺がいないって言うとタバコ取るおばちゃんとかテストだから中学のって聞いてるし、あんたのおかげで学校行けてるよって言われてすっげえ嬉しいわけ。ああいうのちょっと食材いろんなそうそう高校学者目指してるんだよ、ね、うん、そうね大きくなったら俺の助手にするか。もう大きいよないや大きいでしょ。大きいよな、もう30いってんじゃん。いやもういってるでしょ。出るよな。大沢さんその12歳今から18歳の間でなんか挫折じゃないですけど。挫折ありましたよ。ありますか。だから12歳に入ってるでしょ。うん、これで13歳で一回企画もんでデビューしたんですよね、ロサンゼルスオリンピックの。そこからやっぱ自然消滅してグループが、あーあったんだグループ。でまあでまた先輩のなんかバックとかに戻されたりとか、まあここ個人的に芝居とかしてたの、うん、でもああこれじゃいけんなと思って、でまあちょっと電話してもうちょっとやあのやめます。やめたいっつったら、まあそのローラースケートの話が来て、で、まあ、うん、まあまあ最後のラストチャンスかなと思って。その最後のラストチャンスと思ったのがいくつよ。17歳ぐらい。早くね。いやでもさアイドル業界そうだもんな。そうですよ。当時はだって。今でこそね、40過ぎまでアイドルできますけど、いや、うん、当時はそういうそんなこと言ったら、お前、トシちゃんなんかお前俺とほぼ同じ60でもアイドルだよ、まだもっと言ったら、上の郷ひろみさんだ、今でもアイドルだもんでもさ、厳しい世界だよね。17歳でもう、挫折感があってやめようかな、みたいな。17歳って言ったら、まだ俺高校生。俺の挫折感って進級できるかな、どうかなその頃社会出てんだから。兄の何高校、中高ってどんな感じだったの。
僕はいたって真面目ですよ。なわけない。真面目だよ。だってなんか私立慶明道高校みたいな高校だったから、あれでズバ抜けてる人間って俺の同級生でもいたけど、ヤクザになったりとか、もう本当にそういうスタンで。ごめんなさい、兄貴って出身 どちらですか。俺新宿。ああ、まあもう終わってますね。終わってない。昔の歌舞伎町には豆腐屋もあったしね、銭湯もあったし、平和の街なんだよ、百人町だから。やっぱあれだよね、やっぱ厳しい世界にいる分、やっぱプレッシャーとかストレスとかさ。俺ね、三木をね、いや見てんだよ、テレビで光源氏は。言ったじゃん、三木に、あの、どこの、どっかの外国の監督でやって、お前主演やった映画あった。あれ見た時に、こいつ、やるなって、ただのアイドルじゃねえなと思ったもん。で、センシブで、うん、なんかこう、この辺の日々がすごく出やすい役者だから、なんかこう、こういうのが激しい、あの、そういうタイプとずっと数も似てる。どっちかっていうと俺そういうところがすげえクールだったりなんかするから、日々が激しくないんだけど、ちょっと違うかな。役者にもタイプがあるから、いろんなタイプがあって、どれが正解かじゃなく、いろんなタイプがいるから、そういうタイプが一堂に会して作る映画が面白い。そうそうね。お芝居にそういうセンシティブなものが出るんですか。見て出るよ、まあ、表情に出るもん。表情っていうのは心の機微が出るから、作ってんのか作ってないのかはすぐ分かる。だから作ってるんだけど芝居なんだから、あくまでも。で、小沢さんってリアルですねって言われるとちょっとイラッとするんだよね。俺今まで2000人殺してきて200回死んでるのも全部リアルだったな。俺懲役500年ぐらい。ありがとう。これ兄貴はサウンド本当好きな役者さんなんだよね。あ、何にもつけなくてもごま油の感じがめっちゃいいよね。本当。うん、まあまあ。あ、よかった。卵でもいいっていう。なんかさ、すき焼きとか言ってもこの卵あるじゃん。うん、俺だけ卵を減る量が人一倍早いんだよね。つけすぎる。うん。いや、これでも、ほんと美味しい。ああ、よかった。このまんまでもごま油の風味がすごいいいよな。ごま油って、誰が考えたんだと思っちゃうわけ。縄文人。え、縄文人。嘘つけよ、お前。適当言ったろ。縄文時代にごま油なんて聞いたことないぞ。でも俺に言うと海賊人民をやりたかったんだよな、本当はな。タイトル変えられたとこからちょっとモチベーション下がったから。あれだって、あれはいい映画でしたよね。タイトルが俺はお気に入りだって、ヤクザの秘宝。よう、でもあんな海賊船みたいのフィリピンスタッフ頑張ってな。そうだな。あの時の女優のあいつなんかもういないだろうな。村もね、2、3日ぐらい作っちゃって。ということで、今日は大沢みじおプロデュースの牙のお店に来てこる。2年ぶりぐらい。2年ぶりぐらいな。オープンの最初ぐらいだもんな。会うのも、会うのは1年ぶりぐらい。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ。皆さんもこのうまい、この牛、馬、豚入ってないのは人肉だけ。めっちゃうまいから、これぜひ食べに来て。ということで、今日は木本さんからお送りしました。お疲れ。お疲れです。